はい、どうも、こんばんは。沖縄ババでございます。今日のね、これが最後の、えー、動画になります。バナタン。バナタン。はい。じゃもうちょっとこっち行きましょうね。はいはいはい。ね。はい。はい、皆さんね、どうもこんばんは。えー、これね、まあ、うーんっていう感じのニュースなんですよ、実は。はい。 えー、ドイツですね。ドイツでとんでもないことが起きています。これ、もしかしたら、あこの傾向っていうのは、いろんな国に広がる可能性がございます。まあ、向こう側のやりそうなことですよね。はい、えー。実はですね、ドイツの小学校、小学校ですね。小学校、エレメンタリースクール、 ですね。で、とんでもない絵本が配布されているようです。はい。絵本の題は、老人にはお金が必要っていう台です。これね、あの、いろんなところ、あの、不景気になってきてますよね。で、お金を稼ぐ手段として、なんと、 小学生に春を売ることを推奨してます。これ学校で配られた絵本のようです。はい。で、ま、は、あのー、例のゴムですね。 ゴムの絵なんか、ま、あし絵の中にゴムの絵なんかが描かれておりまして、お金とね、えー、女の子と男の子が描かれていまして、真ん中にお金がありまして、えー、交換するんだよということです。お金と。なんかあって 私側が本当にやりそうなことなんですけど、実際にこういう風なものが出てきてしまっているという事実ですね。大変なことだと思います。すごいですね。また p ーポーブですね。はい。大変なことだと思いますよ。これ日本でね、 もうこんなものがもう日本でもしね、やられたら、もう公立校、学校には通わせられませんよね。でもってですね、これね、えー、理由がですね、はい、そういったあ、セクシャルの産業にいる人たちをどういうふうに扱うかという理由らしいですが、おかしいですよね。 でこの絵本の中には一人の女性があー書かれていましてねえー、まあ子供を育てるために春を売る仕事をしている女性の話が書かれております。でもってねお金と引き換えにあなたがあげるものはあ,ーある男の人にね えー、あるものをね、男の人がね、あなたの体に入れたり出したりする、それだけですって言ってるんですよ。どう思いますこれ。それだけじゃないでしょうと。でもって、ゴムつけてれば安全だからみたいなこと言ってるんですね。 で、これ、絵本ですね。この絵本。には、あの、行為そのものの絵が描かれております。はい。行為そのものの絵が描かれております。まあ、ヨーロッパっていうか、まあ、と北欧ではね、幼稚向けの本にこういうのありますよ。見たことありますみ、ありますけど、 まずいんじゃないんでしょうかね、これ。小学生のうちからこういった春を売るというね、仕事が正当なものだっていうふうに認識させるということが、まず間違いなんじゃないんでしょうかね。まあ、絵本の挿絵ですね。これがあリンクをクリックするといろいろと出てきますけど、 これ問題あると思いますよ、私。小学生がお金欲しさに春を売ったらどうするんでしょうかね。まあ、あっち側はね、自己責任だと言うでしょうけど、こういうことを、公の機関で教える。 まずいでしょう。どう考えても。これ、虐待にもなりますよね、児童のね。本当にね、今の世の中、くるくるでございます、くるくる。くるくるのパーな人がね、上に立ってるんで、こういったくるくるなパー な制作がね、たくさん出てきているということですね。はい。もうそれしか言いようがないです。もう本当にね、おかしいですね。はい。えー、呆れました、私。はい。そういうことでございます。とりあえずリンク貼っておきますので、皆さん見に行ってください。よろしくお願いいたします。 それではね、今日も一日ね、お付き合いいただいてね、本当にありがとうございました。心から感謝いたします。えー、ね、えー、また皆さんね、明日元気なお顔で皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。はい、今日も一日本当にありがとうございました。心から感謝いたします。沖縄おばばでした。はい、あなた、お返事は うん、おいいお返事ですねえ、うん、コロコロ言ってますね。